小学校に入ったばかりの頃、同じクラスにいじめられっ子がいた。貧しい家の子で、いつも悪臭を漂わせ、性格も暗く、およそ子供らしくない男の子だった。ある日、公民館の庭で、藁の束で遊んでいたときに、ふと思い立ち、藁人形を作ってみた。オカルト好きな少年だった僕は、予想外の出来栄えに、 作るだけでは満足できなくなり、翌日、例のいじめられっ子の髪の毛を手に入れ、人形に埋め込んだ。さて、あとはどこかに打ちつけるばかり。思い巡らすと、少し遠出することになるが、ぴったりの場所がある。地元に言い伝えられる犬なき岩の周りは、暗い林になっていて、牛の濃く参りには、うってつけだ。もっとも、夜中に行くわけにはいかないので。 土曜日の半分の後半日かけて行くことにした。五寸釘と藁人形を、ハンマーを持ち犬鳴き岩に着くと、早速打ちつける木を探した。けれど、どれも、サルスベリや白樺などの細い木で、いまいち迫力に欠ける。足元には、犬がうずくまりそのまま固まったような犬鳴き岩がある。岩の割れ目が見えたので、なんとなく釘を打ち込んでみると、 思いのほか抵抗なく、五寸釘は沈んでいく。そこで予定を変更し、人形の首に釘を刺すと、犬鳴き岩にそのまま打ち込んだ。何度かハンマーで打ちつけ、一仕事を終えて満足した僕はそのまま家に帰り、何週間か、後にはすっかり忘れた。次に犬鳴き岩を訪れたのは、数年後の小学校中学年になり、親友と大喧嘩した週末だった。 いじめられっ子も健在だったし、すっかり忘れていた僕が、なぜまたそこへ行く気になったのかはわからない。とにかく、前回のようにまた、犬なき岩にやってくると、以前と何も変わらず、暗い林の中に岩はうずくまっていて、僕が、以前人形を打ちつけた名残は、全くなかった。前回と同じように、髪の毛は、親友のものを使い、首の付け根めがけ。 ひとしきりハンマーを振るうと家に帰った。親友とは翌週には仲直りし、犬鳴き岩の儀式は記憶の隅に教えられた。その後、覚えている限りでは、小学校高学年の頃に、父の中学生になって兄の髪を持って犬鳴き岩へ通った。それらも何事もなく過ぎ去り、もう思い出すことなどないはずだった。 すっかり忘れ去った記憶が蘇ったのは、それから10年近くたち、久しぶりに郷里に帰った時のことだった。親友とは未だに付き合いが続いていた。成人して酒を飲めるようになり、旧友たちとの再会に話も弾んでいたある夜。小学生時代のいじめられっ子が若くして命を絶っていたのを知った。 親しくしていた者も,もいないので、原因は推測するしかなかったが、自宅で首を吊ったらしい。話を聞いた瞬間、ちらと、犬鳴き岩での記憶が脳裏をよぎった。しかし、あれは、子供の頃、虫を無意味に殺したのと、同じただの遊びのはず。そう片付け、僕は、かつての旧友の冥福を祈った。時がたち三年後、就職し、 距離からは、さらに足が遠のいたが、親友たちとの付き合いは続いていた。ある日、衝撃的な知らせが飛び込む。当の親友が事故で亡くなったのだ。仕事で高所作業中の落下事故で、首の骨を折り即死だった。呆然としながら、やはり、記憶の縁をかすめるものがあった。犬なき岩の思い出。僕は、 いじめられっこの時と同じく、親友の髪を埋め込んだわら人形にも、首に釘を打ち込んだ。それもに、3年後に。こじつけかもしれないが、関係があるのではないか。その直感が間違いないと確信したのは、さらに2年後、父が、突然の心臓発作で亡くなった時だ。父の人形は、胸に釘を打ち込んだ。偶然かもしれない。 偶然かもしれないが出来すぎではないか。その一年後兄が亡くなった。交通事故で頭部がめちゃくちゃになり、葬儀屋はひどく苦労したらしい。兄の人形には、顔面に当たる場所に釘を打ち込んでいた。僕はオカルト好きだが、幽霊の存在なんて信じていない。超常的な現象も不可思議な力もだ。 犬泣き岩に打ちつけた藁人形と続いた一連の死については関係あるだろうと確信しつつ心の底ではそんなバカなと思っているいやそう願いたいなぜなら犬泣き岩にはもう一度だけ通ったからだ兄の藁人形を使ってから2年後中学3年生の時人間関係に悩んでいた僕はやや自暴自棄になっており 自分の髪の毛を藁人形に埋め込んで犬なき岩へ打ち付けた。五寸釘で全身何カ所も。今、兄の死から一年と少し経った。S 剣帽死の中ほどに犬なき岩は今でもあるのだろうか。 最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いします。